法改正、これまで積み上げてきたさまざまな取り組みの一つの大きなステップであるとは思っておりますが、この法改正について国民の皆さん方、まだまだ不十分だというご指摘があるということ、これは謙虚に受け止めたいと思います。しかし、この法改正についても先ほど申し上げたように、引き続き検討しなければならない課題について結論を出していきたいというふうに思いますし、選挙制度に対する議論ですとか、この政治に関わるさまざまな課題について議論を進めていかなければなりません、などなど、これ政治改革、信頼回復への道のり、これはまだ道半ばであると先ほども申し上げたとおりであります。引き続きこの問題について真摯に謙虚に議論を続けていかなければならない、このように思っております。おはようございます。山下健です。吉田舞です。安心して暮らせる地域社会を支えてきた保護司制度、今朝の日曜討論は専門家や保護司の経験を持つ方々とともに再犯防止や社会復帰に何が必要か議論していきます。